はぁ、今日もクソ暑いぜ。私の名前はマリサ。夏休み真っ只中の高校生だ。マリサ、見て見て、水飴に虫がひっついた。こいつの名前は霊夢。脳天気で好奇心の塊みたいなやつだ。もう、外でそんな文句言うからじゃん。こっちはヨウム。心配性で何かとおせっかいなやつだ。取れないよ。どれどれ貸してごらんよ。私たち三人は、うだるような暑さの中、暇を持て余していた。はぁ、水に飛び込みたい。暑すぎるぜ。海にでも行く？行きたいけどこの時間からはさすがにな。まあ確かに。どこでもいいから涼しいところに行きたい。私とヨウムがあれこれ相談してる時に、スマホ眺めてた霊夢がいきなりこんなことを言い始めた。ねえ、心霊スポット行こうよ。はぁ？心霊スポット？こんな昼間に？昼間だからだよ。夜は怖くて行けないもん。ねえ行こうよ。ネットで何か見たのだろう。霊夢が急に心霊スポットへ行こうと言い出した。ここのすぐ近くにあるらしいんだ。必ずお化けの出るトンネル。またまた。だって書いてあるんだもん。高校生にもなって。ガキみたいなやつだな。まあどうせ暇だし行ってもいいぜ。やったー。正直心霊スポットに興味はないが、トンネルならここより涼しいだろう。そんな気持ちで霊夢の話に乗った。それじゃあ出発。心霊スポットへ向かう途中、霊夢は終始張り切っていた。いい？二人とも、このトンネル内でやっちゃいけないことが、二つあるみたいだよ。一つは途中で引き返すこと、もう一つはおしゃべりすること。これやっちゃうと呪われるんだからね。あはは、霊夢まさかそれ信じてるの？小学生かよ。絶対、絶対ダメだからね。もううるさいなぁ。わかったわかった。霊夢の言うまま歩き続けること1時間、参道に差し掛かったあたりで、あんなに張り切っていた霊夢が、いきなり静かになった。霊夢、どうしたの？いや、なんだか怖くなってきちゃって、参道は不気味で薄暗い。どうやらおじけづいたようだ。どうする？引き返すか？ここまで来たんだし行くよ。霊夢は精一杯強がってそのまま進んだ。そして、目的地のトンネルへ到着した。うわぁ、いかにもって感じ。気味が悪いんだぜ。参道の中突如現れたそのトンネルは、思った以上に暗くて不気味だった。確かに昼間に来て正解だったな、霊夢。霊夢？後ろを振り返ると、完全にビビって震えてる霊夢がいた。霊夢、大丈夫だよ。確かに暗くて怖いけど普通のトンネルだよ。そうだよね。でもなんかさ。はぁ、仕方ないな。私が先頭歩いてあげる。怖がる霊夢を気遣ってヨウムが先頭を切って歩き出した。私たちも行こう。喋ったり引き返したらダメなんだよな。うん。お化けに呪われちゃうから、絶対ダメって。書いてあった。オッケー、わかった。暗いから気をつけて歩こうぜ。そうだね。私がヨウムの後に続いて歩き出した時、霊夢が私の服を掴んだ。内心私もビビってたのか、霊夢がすぐ後ろにいることに少し安心感を覚えた。大丈夫。ヨウムの言う通り、ただのトンネルだよ。そう自分に言い聞かせて進んだ。トンネルの中はまさしく真っ暗だった。すぐ前を歩いているヨウムの姿もほとんど見えないくらいに、靴の音がやけに響く。気のせいかな。トンネルで音が反響しているのか、足音がたくさん聞こえる気がした。このトンネル、どこまで続いてるんだろう。怖い。こんなとこ早く出ちまおう。そう思ったとき、不意に霊夢が私の服を強く引いた。いや、立ち止まったのか、霊夢は私の後ろで服を掴んだまま動かなくなった。霊夢、限界が来たか。顔は見えないがおそらく泣いてるんだろう。足がすくんで動けなくなったみたいだ。あと少しだ。もう少し頑張れ霊夢。私は霊夢を引き連れ再び歩いた。あともう少し。あともう少し。明かりだ。どれだけ歩いたかわからないが、やっとトンネルの向こう側が見えた。やったー、出口だ。思わず私は光の方に走った。トンネルを抜けると、何の変哲もない道に出た。あ、マリサ、やっと出てきた。真っ暗で何にも見えなかったね。私はヨウムの顔を見て一気に力が抜けた。疲れた。ほっとした矢先、霊夢の姿が見えないことに気づいた。やべ、置き去りにしちまった。よりによって怖がりのあいつを。迎えに行こうとしたその時、ヨウムに着信があった。あ、もしもし霊夢？え、泣いてるの？霊夢。あ、あいつ、バカ、トンネルの中で喋っちゃダメだ。あ、はいはい、あはは、わかったよ。ヨウム、霊夢は無事か？うん、電話の向こうで元気に泣いてる。もしもし霊夢、そのままそこで待ってて、すぐ戻るから。わーん、置いていくなんてひどいよ。ごめんってば、また後でね。はは、なんだ、喋ったって何にも起きないじゃねえか。何が必ず出る心霊スポットだよ。それじゃあ戻ろっか。ああ、そうだな。
霊夢の話すネットの情報を真に受けてしまったことが、急に恥ずかしくなった。私は何をビビってたんだか。バカバカしい。ほんとビビりだよね。あいつトンネル入る前に腰抜かしたってさ。え？ビビってないといいけど。あはは。